時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい君が決めたその限界をぶち壊せ自由をその手に勝利を約束しよう破壊神襲来、新たなる戦いの幕開け。ドキドキが消えた。そうなの。何か良くないことが起きているのかもしれないわ。わかりました。直ちに捜索を開始します。パンちゃん、タイムパトロール出動だ。うん、行ってきます。頼んだわよ、トランクス。パンちゃん、まさか災いの鳥が解き放たれたのでは。うわー、にしても間抜けな顔した鳥だな。お、ポキッ。悪い悪い。しかしおめ、どっから来たんだ。急に現れたよな。17号さんも初めて見る種類なんですね。ほっとけ。それより組手の続きはどうした。でもさ、迷子かもしんねえぞ。うわっ、なんだ。いた。お、お、トランクスじゃねえか。え、トランクス。父さんに悟空さん？ん？ドキドキ。無事だったのね、よかった。なんだこの鳥、トランクスんか。こいつはこの世界のトランクスじゃない。え？前に別の次元の俺たちと会っただろう。そうなんか。俺たちもタイムパトロールなんです。この鳥はトキトキっていう全次元にとってとても大切な存在なのよ。ビロス様、破壊神。いたぞ、あの鳥では。破壊。トキュー！破壊を封じた？こんなことありえねえ。ビルス様、なんだよいきなり。僕の予言魚によれば、第七宇宙に現れる奇妙な鳥が全宇宙を滅ぼすほどの災いを呼び込むというんだ。あ、ドキドキ。そんなはずはありません。ドキドキは全次元を救ってきた聖なる存在なんです。面倒だ、地球ごとぶっ壊そうぜ。
おいおい待ってくれよ。トランクス、時々は任せて。どこへ消えようと無駄だ。破壊神なめんな。ん、おい、あの鳥木を探れねえぞ。こうなりゃ破壊神に逆らった罪だ、地球人。待て、第七宇宙がやったことだ。僕がけじめをつける。いいだろう、ビルス。ビルス様、やるってんか。俺も戦います。トランクス、ビルス様と戦うのか。地球の危機です。やるしかありません。ん、初めて会った時ぶりだな、ビルス様。修行異芸で戦うのが。新しい実験の始まりにふさわしい幕開けだね。あの鳥は君を探しに来たんだね。ドギドギ。ドリームチームを組んでドラゴンボールの世界へと飛び込め。カードと画面が連動した超ド迫力バトルに挑もう。破壊神との衝撃バトル、必死に立ち向かうトランクス、そして第七宇宙の挑戦士、強大すぎる敵に悟空たちが挑む。破壊の時間だ。圧倒的破壊力を持つ超かっこいいキャンペーンカードを手に入れよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション一弾、お店で遊ぼう。ビルス様、やっぱめちゃくちゃ強いな。お、あれはもう一人のオラとヒュー、一体何が起きてんだ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、ヒューの計画、恐るべき宇宙樹の脅威、絶対見てくれよな。衝撃破壊神襲来。時々を巡りビルスと悟空が第七宇宙でぶつかり合う。この戦いを見逃すな。スーパードラゴンボールヒーローズ。ヒューの計画、恐るべき宇宙樹の脅威。
たちが太刀打ちできる相手じゃない。トランクス、やっぱ強え。すいません、悟空さん。あ、お前は誰だ。父さん。え、悟空とベジータ。父さん、うん、みんなこんなことしている場合じゃねえぞ。あれを見ろ。あれは？やべえぜ、自分の宇宙を探れ。大丈夫ですか、クリーンさん。時の海王神から事情は聞いた。厄介なことになったな。別の次元のベジータと悟空か。いやあ、みんなどうも。ん？ゆう、またあいつか。その鳥はかわいいだろう。こいつはドギドギ。災いの鳥はそいつか。ピンポン。宇宙の種を覚えているかい。僕の元で神聖な宇宙樹に成長しているよ。あのハーツも貴様の計画の一部だったということか。何者なのか知らんが、宇宙樹とはな、宇宙を養分として成長する伝説の巨大樹。そんなもので何をするつもりだ。新しい宇宙を作るのさ。全宇宙のエネルギーを吸い尽くして、この僕が宇宙を生み出す。最高だろ。あの野郎。クリリン。変なんだ、急に息が。ピッコロさん、お父さん、西の都が。
か、クリリン。ああ、楽になった。ありがとうございます、ビルス様。たく、なんでこの僕がこんなことを。お前たち、あの目が吸い取る養分とは宇宙に生きる命のことだ。今は僕の力だけを吸わせているが長くは続かんぞ。あれは僕にも簡単には壊せん。お前たちは奴を追って宇宙人を何とかしろ。わかった。サンキュービルス様。俺たちは独自に調べてみる。ベジータ。ああ、ゾクーさん、俺も行きます。うん。俺は足手まといになりそうだな。僕たちも何かできることを探します。好きにしろ。よし、じゃあ行っていくか。自由。スーパードラゴンボールヒーローズ、ついに Q の計画が明らかに。抗うビルズ、そして第七宇宙の戦士たち、宇宙人をめぐる戦いの幕が上がる。最大7枚、君だけのドリームチームを組んでドラゴンボールの世界へと飛び込め。1段カードは全100種、キャンペーンカード盛りだくさん。超かっこいいカードを手に入れよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション1段、好評稼働中。冬のやつどこ行ったんだ。ん、あそこにいるんは、まさかあいつらか。次回スーパードラゴンボールヒーローズ強敵再戦、ターレスとボージャック。絶対見てくれよな。Qの野望が明らかに。作るのさ。動き出した宇宙創生計画。ピッコロさん、悟空たちの新たな冒険が始まる。この戦いを見逃すな。強敵再戦、ターレスとボージャック。やあみんな、僕が作る新しい宇宙で夢を叶えてみないかい。ん、お前はサイヤ人じゃないのか。だったらどうした。なぜサイヤ人がここにいる。うわっと。まったくしょうがないな。君たちは仲間なんだよ。二人とも仲良くやろうよ。みんな孫悟空たちにやられる前に歴史に介入して僕が助けてあげたんだからさ、やり直せるチャンスだよ。ち、余計な真似を。俺はまだ負けたわけじゃねえ。この星にフィューがいるんだな。はい、時々はこの星にドギドギがいると言っています。つまりドギドギと一緒に消えたフィューもここに。ドギー、うん、
パンちゃん、静かに。フューじゃないな。あ。パンちゃん。後ろに下がって。うん。おめはタリス。よう、カカロット。会いたかったぞサイヤ人。貴様は確かボージャック。知ってるんですか。昔地球を襲った悪党でもだ。どうさんが言いますか。お前が孫悟空か。くたばれ。お前を倒して次は孫悟飯だ。邪魔をするな。貴様どうやって復活した。答えろ。答えるかよバカが。聞いているぞ、その変身をな。絶大なる新生児の身が俺を高めた。言えよ。うわぁ！なんだ、この気は。ずいぶん鍛えてきたようだ。新生児の本当の力を思い知るがいい。そいつはどうかな。その程度だったらがっかりだ。お酒。相手は俺たちだ。みんな楽しんでくれてるようで何よりさ。パワーアップさせた甲斐があるってもんだ。猿どもよ、ようこそ地獄へ。貴様か、俺たちを呼んだのは。誰だおめえは。力を増した強敵と悟空たちの激烈バトル。そして新たな科学者と遭遇したゼノ戦士。地獄での戦いの幕が上がる。最大7人、
君だけのドリームチームを組んでドラゴンボールの世界へと飛び込め。スーパーサイヤ人3が大集結。黄金に輝くアルティメットレアカードを手に入れよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション2弾、乞うご期待。もう一人のオラたち、地獄で妙なやつと戦うみてえだ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ忍び寄る影、謎の男ドクター W、 絶対見てくれよな。パワーアップした強敵たち、そして謎の科学者ドクター W が登場。新たな戦いが始まる。この戦いを見逃すな。忍び寄る影、謎の男ドクター W。 孫悟空とベジータ、始めようか。分析開始。カカロット。一体どうなってんだ。くだらん攻撃しやがって。どこを攻撃してやがる。ベジータ野郎だ。おめえの狙いは一体なんだ。やりやがったな。スーパーサイヤ人4、待っていたぞ。舐めやがってヤリックホー。かかった。
析完了。分析？こいつ俺たちの力を。そろそろ飽きてきたね。さあ、君の出番だ。ドギドギ。ドギは手に入った。帰ろう。ドギドギドギ。ヒューの野郎、チッ、気が失せた。逃げ足の速い野郎たちだ。どうしよう、トキトキが連れ去られちゃった。トキトキを奪ってどうするつもりだ。奴らのデータはお前のものだ。邪念馬。スーパードラゴンボールヒーローズ。謎の科学者ドクター W にデモ戦士たちが立ち向かう。わざと攻撃を受けたドクター W の思惑とは。最大7人、君だけのドリームチームを組んでドラゴンボールの世界へと飛び込む。新アビリティブロックファースト。敵の攻撃をブロック、そして強烈な一撃を決めよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション2弾好評稼働中。地球に戻ろうとしてたのに、オラたちまで地獄に来ちまった。お、なんだこのバカでかい木は。次回スーパードラゴンボールヒーローズ地獄大決戦新たなるジャレンバ、絶対見てくれよな。地獄での激闘。ゼノ戦士たちのデータを集めていたドクター W の真の狙いは。この戦いを見逃すな。地獄大決戦新たなる邪念馬。これまで何度も悟空たちと戦ってきた謎の男フィーは、最後にして最大の計画、新たな宇宙の創造に向けて動き出した。破壊神をも巻き込む宇宙消滅の危機に、悟空とベジータはタイムパトロールの戦士たちと共に再びフューを追う。対抗するフューは、かつて悟空たちと戦ったボージャックやターレス、悪の科学者ドクター W らを時空を超えて集め迎え撃つ。さらにドクター W は
タイムパトロールの悟空とベジータを研究し、新たな邪念場を生み出した。果たして悟空たちはフィーの野望を阻止できるのか。では復活した邪念場に勝てるはずもないわ。我が邪念場にはお前たちの能力の全てが注ぎ込まれているのだ。時の歪みに巻き込まれたな。お、おめたち、どうしてここに？タイムパトロール？ねえトランクス、ここは一体どこなの？え？よい！フィオの仲間か。似てだな。無駄だ。すでにお前たちのデータも解析済みだ。呼吸が読まれてる。ああ。おめえたちなんで地獄に来た？え？ここ地獄？俺たちが教えてほしいですよ。ぎっ。
の二人は。おのれ魔人サルサプティン。スーパードラゴンボールヒーローズ地獄大決戦。邪念馬の脅威が止まらない。時空を超えて現れた戦士たちも加勢して戦いはヒートアップ。突然現れたサルサとプティン、2人の目的とは。最大7枚君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界へと飛び込め。ドラゴンボール GT 編開幕。超キュートなブラが新登場。最強キャラ大集結。君はどのチームを選んで戦う。特別なカードでバトルを遊び尽くそう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション3弾8月6日稼働予定。超人気アビリティ搭載の孫悟空がもらえるチャンス。3弾はボーナスがいっぱい。邪念馬なんて強さだ。え、もう一人のオーラたちに力を注げ。一体何が起きるんだ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ龍拳炸裂超フルパワーサイヤ人4限界突破。絶対見てくれよな。暴れ狂う邪念馬。2人の悟空が力を合わせて立ち向かう。サルサとプティンも加勢してさらに白熱する地獄大決戦。この戦いを見逃すな。龍拳炸裂超フルパワーサイヤ人4限界突破。魔人サルサプティン。おめたち知ってんか。昔俺たちが倒した暗黒魔界の魔人です。なんだおめたち悪いやつか。宇宙樹の壊し方知りたくない。え、何お焦ってる。ま、無理ないか。これが現状だ。ひどい。Yeah!
昔ジャークリューと戦った時にやったやつ、あれをやれ。ん？あれか。おめえたち、木を俺たちに集めてくれ。なぜこの俺がそんなことを。やりましょう、父さん。よし、みんな行くぞ。フルパワーサイヤ人砲、限界突破だ。あれをやるぞ。つべこべ言わずにさっさと片付けるぞ。この拳に俺たちサイヤ人のパワーを込める。だったな。当然だ。俺様の木を分けてやったんだ。これくらいやってもらわないと困る。そうだな。はーい。ん？宇宙人のとこご案内。初めてスーパーサイヤ人になった孫悟空、熱いバトルを体感しよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション3弾好評稼働中。何が出るかな。ブースターパック2、
発売。ビッグバンミッションチャンピオンシップ2020開催決定。オンライン予選に参加しよう。やっと宇宙樹にたどり着いたぞ。行くぞクリア、勝負だ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、暴走の恐怖、悪のオーラ再び、絶対見てくれよな。邪念馬が猛攻を振るう中、力を託された悟空とベジータが限界突破。無事激闘を制した戦士たちが向かう先は、この戦いを見逃すな。暴走の恐怖、悪のオーラ再び。ここは一体どこなんだ。ベジータ、どうやら着いたようだ。ここがフューのいる時の狭間。そしてお前たちが立っているのが宇宙樹そのものだ。あんなものを俺様が粉々にしてやる。ベジータ、どうぞ。何をしよってんだ。まさか宇宙樹を破壊しようなんて思ってないよね。無駄なこと。エネルギーの無駄遣いだ。くらえ！何？一体どうなっちまったんだ。多分父さんのエネルギーを宇宙樹が吸収したのでは。ピンポーン、大正解。何？ようこそ、神すら介入できない時の狭間へ。フュー、とうとうたどり着いたぞ、フュー。さあみんな、ここで一緒に宇宙誕生を待とうよ。ああ、ベジータ君、巨大なエネルギーをありがとう。見たまえ、宇宙樹も喜んでいるよ。ふざけるな。行くぞ、うん、あれ。あ、トワさん、あなたのためよ、フュー。僕のためだってどういうことだ。ベジータ！そうさ、カンバーの放つオーラは実に興味深くてね。
実験開始。君は経験者だったよね。なるほど、同士打ちはしないわけだ。面白い発見ができたよ。強い衝撃を与えると元に戻るわけか。まだまだ研究の余地がありそうだ。もうすぐだ。一緒に見ようよ、宇宙が滅びる瞬間と新しい宇宙が誕生する瞬間を。さっきサルサっていうやつからもらったんだ、カンバのオーラ。あれがある限りオーラたちは思うように戦えねえ。ベジットならということか。時間がねえ。くい、フューをぶっ飛ばす。これで最後だからな。韓国惑星で見たよ。バリアーね。実験は失敗だ。ヒュー。ステージは時の狭間へ。ついにキュウとの直接対決が始まる。カンバーの悪のオーラによって暴走した悟空とベジータ、対抗すべく最強の合体戦士ベジット参戦。さあ、君だけのドリームチームを作ってドラゴンボールの世界へと飛び込め。トリプルがスーパー進化。三位一体の攻撃で敵を圧倒しよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション4弾、10月1日稼働予定。ヒューと戦っている間にどんどん宇宙人が成長しちまってる。もう時間がねえ。一気にケリをつけてやる。次回スーパードラゴンボールヒーローズ時の狭間の激闘、ベジット VS スーパーフュー、絶対見てくれよな。時の狭間の激闘、ベジット VS スーパーフュー。さすがのあなたたちでも、カンバーのオーラで作ったその高速エネルギーから逃れることは不可能よ。いいことを教えてあげる。フューはね、私が作ったの。何？何だと？どういうことだ？あなたが？そう、次元を超えて集めたあらゆる戦士のデータを使った集大成があの子なの。あの子ならメチカブラを超える王になり、暗黒魔界、暗黒帝国を再建できる。
刻印紙、暗黒王にとって生命力そのもの。メチカブラは葬られる直前にこの印紙を周囲に放った。印紙はその時近くにいたあなたたちの中に隠れた。この暗黒印紙をフューに注ぎ、暗黒王として覚醒させる。これで全部ね。そんなことさせねえぞ。忘れ物だ。ご飯、ご飯。こいつらの暗黒因子は回収した。あなたたちにもう用はないわ。時の狭間に消えなさい。嫌いなんだよ。でも戦うことで僕のルーツが何か分かるような気がするんだ。何をごちゃごちゃ言ってる。つまらんこと言ってないで全力で来いよ。いいよ。お、それがお前の全力か。どうせ宇宙誕生までの暇つぶしだ。そんな瞬間は来ねえぞ。の時より強くなってるじゃないか。影でこそこそ見てるだけのお前じゃわからんだろうな。影でこそこそ見るのが好きなんだけどね。ついに宇宙誕生の時だ。くそ、間に合わなかったか。さあ、宇宙を吸い尽くし、新たな宇宙を実らせろ。バカな宇宙人が。何が起こったんだ。
ビルス様、宇宙樹の根の消去、願いは叶いましたね。10周年、いやーみんなとんでもなく長い間戦ってたんだな。オーラも負けてらんねえな。一緒にもっともっと強くなろうぜ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ特別編、戦いの場所へ突き進め、ドラゴンボールヒーローズ。